はい、コナンです。ポケトルスマートフォンバージョンやっていきたいと思います。今日はね、進化チャレンジの演武王、こちらやっていきたいと思います。演武王は炎タイプのポケモンなので、まあ、弱点をつけるポケモンは地面、岩、水タイプのポケモンになります。今回選んだポケモンはメガガブリアス、地面、カイオーガ、水、ランドロス、地面、バンギラス、岩、こちらの4体を選びました。メガ進化枠はね、メガガブリアスの一択だと思います。そしてカイオーガはね、岩を消すの能力があるので、このステージ岩がね結構お邪魔で出てくるので、これは有効であると思っています。それからバンギラスの振り払うはね、まあお邪魔でね、ポケモン出してくるんで、それをね消すのにうまく能力発揮してくれるんじゃないかと選びました。あとはランドロスの5つの力、これはねダメージをより多く与えられるのでいいんじゃないかと思っています。このステージポケモンをねゲットしようと思ったらどうだろう、まあ、できればね残り手数10ぐらい残してクリアしたいところですね。さあ残り手数9でクリアです。これは結構ゲット率期待できると思います。やっぱりこの演武王はねゲットしたいよね。アミリアおすすめマーク付きのポケモン、さあゲットしやすさは 75%、 そしてマックスです。これはいけるでしょう。おお来ましたね、演武王をゲットすることができました。ランクは A です。さあ皆さんはね演武王をゲットすることができましたでしょうか。またコメント欄で教えてください。最後まで見ていただいてありがとうございます。チャンネル登録がまだお済みでない方、最新の動画が見やすくなります。ぜひチャンネル登録をお願いします。画面下のチャンネル登録ボタンをクリック。ではまた会いましょう。